はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。よくね、こうお花に例えて、例えばあなたは赤バラのような人だとか、古いところで言うと花とは野菊のような人だとか、まあ、あなたはひまわりのような人だとか、そういう言葉をねよく聞くと思います。これはねよくある映画とかドラマとかの中でもあるし、日常的にこう男性が女性にねそういうふうに言ったり、同性同士で言ったりする場合もあるでしょう。先生に対して言うこともあるしだろうし、先生から生徒さんにねそういうことを言うこともあると思います。ではね、例えばこう何かのお花に例えてね、あなたは何の花のようだって言った場合に、それはねはっきり言って多分その人のイメージ、お花のイメージでしかないと思うんですね。じゃあね、例えばイメージっていうのはそれぞれこう人それぞれ感じ方が違うんで、じゃあねそのイメージ通りにその物事が伝わってるかといったら実際そうではないと思います。なのでこのコーナーではそのねお花を徹底的に分析して調べ上げて、じゃあ実際ねこのお花のようだって言われたらどんな人のことをそのお花に例えているのかっていうのを検証していきたいと思います。まあただねこれはあくまで、まあ、勝手に花トークのアロン版みたいなもんで確実にね正解かといったらそうではないんですけれども、まあ、実際の花のことを調べていくんで、まあ、一番ね近い本当にその花に近いもの、近い人間っていうか近い人っていうのはどういう人なのかっていうのは分かると思います。それではねまず第1回のお花、調べていくお花はこちら、もう夏だからひまわりを調べていこうと思います。このひまわりというのは菊科の一年草で、菊科ひまわり属というところに属する、ね、お花です。そしてこちらのひまわりの種から油とかそれを飼料にするためにロシア、インド、トルコ、メキシコなどの諸国でこちらはね大栽培を行っております。そしてこのねひまわりという名前の由来なんですけれども、このひまわりという名前の由来はこのねひまわりがこう太陽の方に向かってねこうずっとこう動いていくのでひまわりという名前がつきました。しかしながらねこれはね結構知らない人もいるんですけれども、こうひまわりの若いお花、まあ、つぼみの時とかはこうずっとね日に向かっていくんですけれども、こう開ききったものはもうね太陽の方向には向かないで一定方向を向いているそうです。で今ねこちらのひまわり一種類を持っていますけれども、このひまわりにはねもうちょっと薄い黄色とか、あとは茶色とか黒とか、またねこの中が全部花びらで埋まってるものとか、あと最近、まあ最近でもないですけど、このゴッホの絵にあるようなゴッホのひまわりとか、モネのひまわりとか、ゴーギャンのひまわりなんていうのも出回っています。そしてこれね多分ほとんどの人がこちらはまた知らないと思うんですけれども、このひまわりというのはこれ一つの花だと思っていませんか。これね僕もそう思っていたんですけれども、実はこれはねいっぱいのお花の集合体なんですね。このお花ははい、こちらアップにしてみました。ここの中にこう細かい粒というかね、それがいっぱいあるの分かりますかね。これ一つ一つが全てひまわりの花です。そしてこの花びらに見えてるのありますよね。これもこの花びら一枚一枚が一つの花だそうです。なのでこれだけ多くのお花が集まって一つのこうひまわりのねこの花の形を形成しているんです。そしてこちらの花びらに見えるところね、これを舌状花、先ほどアップで見た中のつぶつぶの部分ありますよね、こちらを筒状花と言います。はい、そしてですねこれ一番ね、例えばひまわりのような人だって言われた時にこう
イメージしちゃいがちな花言葉。花言葉は憧れとか熱愛なんですね。なので例えばね、このひまわり、あなたはひまわりのような人だって言われたら、なんかこう憧れとかね、熱愛とかっていうところからこうイメージしちゃいがちなんですけれども、実はね、今までの話を総称すると違ってきますよね。ではこのひまわりのような人だって言われた時の実際のね、本当のイメージはどういうもんなのかというと、こう一人では行動できなくて、こう大勢で常に行動していて、またさらにね、こう太陽のように光り輝くものを追い続ける。要するにね、こうなんだろう、アイドルの追っかけをしている団体みたいな、そのうちの一人みたいな感じですね。そういう人のことをひまわりのような人だと呼びます。ですから、あなたはひまわりのような人だって言われたら、団体でこうアイドルを追っかけてる一人、そんな感じで言われてんだなと思うと、それが正解ですね。なので、使う人も使われた人もですね、ひまわりの人だというのはそういう意味なんだなということを頭に置いて、これから付き合っていきましょう。では、また次回お会いしましょう。 See you next time!